おはようございます。今日は宮崎の延岡の方に行って、友達の家を経由して宮崎の都の城の方にちょっと旅行に行くので、これからカブで出発します。行ってきます。うわ、霧がすごい。だいぶ大分方面から宮崎方面に入りました。生クリームがうますぎる。いや、もうこの一帯もう鬼の洗濯岩と呼んでいい。怖いよな。あ、さすがに当たる。チェックイン。明日はこいつがあるんで、こいつを使いつつほぼ無料の旅を楽しんでいきます。都城の町からおはようございます。どん店で旅先のコンビニで合流しております。めちゃくちゃ体に悪い味がする。見せるね。いい風、骨がたくさんある。骨の数に比例するから値段が。とんでもないな、これ。うわ、ご神木の裏に最適な眺望場所があるってことで、あれか。すごい掘ったんじゃねえか説ある。ドライブ用のお菓子を買いました。ここから桜島が見えるらしいです。でーん、昼ご飯を食べに来ました。黒豚屋で超贅沢。やば、うまそう。やばいやばい。これ怖いんやけど。上空に行けるやん、これ。普通に怖いんやけど。車出てきた。高千穂で飲む、高千穂の飲むヨーグルト、いただきます。最高にいい天気です。ここの霊力尋常じゃないぞ。あの焼酎でおなじみの霧島の工場に来ました。早速見つけたこの社畜の像がちょっと面白いですね。怖い、社畜の像怖い。ここに入ろうと思ったんですけど、なんと時間が空いてませんでした。自撮りの一本焼き。すごい、うまそう。今日も都城の町から、おはようございます。出発まで時間あるし、絵でも描いていようかしらね。霧島の工場のパン屋さんで朝ごはんです。ホットサンド来た、うまそう。
霧島酒造の工場の中に神社があって長寿屋がこの樽から出ているっていう、なんか焼酎を作ってる水がタダで汲めるらしいんで、ちょっと水筒に汲んでいきます。はい、都の城から帰ってきたんで、これから木隙までカブで帰ります。頑張るぜ、4時間。ここは確か学生時代に6、7年前ぐらいかな、自転車旅の時に休憩で立ち寄ったんですけど、まあ、全然変わってなくて懐かしいですね。閉まってる。なんか友達から聞いたこのお店の鶏皮そうめんってやつが美味しいらしくて寄ってみたんですけど、今日休みで、しかもゴールデンウィークもほとんど販売してないみたいでした。いや、帰ってきた。旅で贅沢しまくってたんで、あと買い物も行ってないしということで、白米と味噌汁とサバ缶いただきます。うわ、旅行で体重増えたわ。やばいやばい、給湯器の設定が変わってて湯船の溜める量がマックスを突破してました。めっちゃ溢れてる。木付住民のお友達に CD を借りたので取り込み中です。なんかブルーレイとかもあるらしいんで、新しい境地にトライしてみたいと思います。いやー、今日は木付の名田海岸で昼からまったりおしゃべり会してたんですけど、その途中でピアノの披露みたいなのもしたんで、その準備とかして結構なんやかんや疲れましたね。あー、いい一日やったということで、漫画でも読みつつ寝ます。いやー、最近この働かない二人っていうなんかニート兄弟の漫画を読み始めたんですけど、いや、これがマジでファイヤーミン、セミリタイヤミンのあるあるのエッセンスが詰められてるっていうか、めちゃくちゃこう金銭に触れる感じで無限に読めるって感じです。なんか確か期間21、5巻ぐらい出てるんで、今あのブックウォーカーっていう角川の読み放題サービスでもう永遠と読んでます。マジで永遠と読み続けられる。おはようございます。ちょっとカブのテールランプが切れてるっぽいんで、交換のためにチェックしてみようと思います。切れてないっぽいけど、なんかフィラメントが2本あるタイプで1本切れてるらしいんですよね。 Amazon で LED のやつ買うか。漫画もある。実家に帰るんで帰り準備をしております。はい、お荷物は着替えとかは実家にほぼあるからそんなないですけどね。一応作業とかできるように iPad は持って帰るかな。あとね、お土産のカルカンを忘れていた。やば、ガソリンが尽きて、あと何回かしたか、何回かしたエンジンがかかるのかと分かって家の火やったら嫌
ゃあ今日はあの今今週 Vlog 撮るよね。マントに。はい。めちゃめちゃマレーシアのやつだ。イメージが全然すごいな。めっちゃプルプルしてこれはまずクリームつけないと食うんだよ。でかさだけ言うと、あとで言うとすぐバレるの、うん、で、結構せかした上で、まあ、若干の マスク忘れたんで、マスクコンビニで買うという失態を犯してしまった。映画確認してもらって今週ね、Vlog 撮るよ。友達との飲み会が終わったんで、これから実家に帰ります。いやー、結構創作とかの話ができたんで相当楽しかったっすね。